アイテム番号 SCP-318JP、オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-318JP。1および SCP-318JP。2はサイト、81。内にある定期剣道オブジェクト用の鍵のかけられたロッカーに保管してください。実験以外での持ち出しは許可されません。実験を行う際には防音加工の施された部屋に SCP-318JP。1および SCP-318JP。2と被験者のみを配置して行ってください。実験中の被験者との音声での応答は被験者に取り付けられた骨伝導マイクを通して別室から行う場合にのみ許可されます。現在実験に異常性のないレコードプレイヤーとアナログレコードを使用することは認められていません。異常性のないレコード等を使用した実験を希望される方は主任研究員に許可を求めてください。SCP-318JP。1および SCP-318JP。2の発見はその異常性により困難であるため、病院や老人介護施設、日本認知症学会などの各種団体に潜伏しているエージェントによって収容のための調査がなされ、SCP-318JP。1及び SCP-318JP。2の可能性のあるオブジェクトは回収部隊へ、1、レコードマニア、によって直ちに回収されます。説明 SCP-318JP はレコードプレイヤーとアナログレコードを媒介物として感染する認識災害です。媒介物となるレコードプレイヤーが SCP-318JP。1、アナログレコードが SCP-318JP。2です。現在までに SCP-318JP。1は、大。SCP-318JP。2は、毎収容されています。SCP-318JP は1900年月日、アナログレコードの収集家でもあったエージェントが自身の保有しているいくつかのレコードの作曲家名を長期的に記憶できないことにより発見されました。SCP-318JP は SCP-318JP1 か SCP-318JP2を使用して録音された内容を再生すると、そのアナログレコードに関連する、所持に至った経緯を含むいくつかの情報を恒久的に忘却させる記憶障害と、その状態を異常であると認識しなくなる認識障害を引き起こすオブジェクトです。SCP-318JP による記憶障害は、忘却した情報を改めて獲得した場合、一時的にですが記憶障害から回復します。獲得した情報が長期的に記憶されることはありません。SCP-318JP による影響は再生された内容のみに限定されますが、SCP-318JP に暴露された時点から最低、年以上経過し、年齢が、大になると SCP-318JP による影響は悪化していき、最終的に SCP-318JP に暴露された人物は耳から入るあらゆる情報を認識することができなくなります。SCP-318JP1 と SCP-318JP2 の異常性はアナログレコードとレコードプレイヤーに伝染します。SCP-318JP1 を使用して異常性のない一般的なアナログレコードを再生した場合、アナログレコードは SCP-318JP2 となり SCP-318JP の異常性を発露します。SCP-318JP2 を異常性のない一般的なレコードプレイヤーで再生した場合、レコードプレイヤーは SCP-318JP1 となり異常性を発露します。実験記録 SCP-318JP11900年月日対象 D クラス1名実施方法女性歌手による万枚を売り上げた異常性のないレコード事前に異常性のないプレイヤーで再生したところ被験者もファンであると発言した結果ファンであると発言したにもかかわらず被験者は再生されたレコードの歌手名を答えることができなかった
歌手名を告げたところ被験者はど忘れしていただけだと発言した。実験で使用されたレコードは SCP-318JP2 に変質した。分析。女性歌手の他の楽曲について質問したところよどみなく答えた。今回の実験で使われたレコードに収録されていた楽曲だけ記憶から抜け落ちたとみられる。実験記録 SCP-318JP2 1900年月日対象 D クラス5名実施方法 SCP-318JP2 を再生結果事前に説明していたにもかかわらず被験者全員が SCP-318JP2 のタイトルや歌手名を答えることができなかった答えを告げたところ被験者全員が即座に思い出した。分析。想定された通り。SCP-318JP の影響力は人数と関係ないことが判明した。実験記録 SCP-318JP1 1900年月日対象音楽的教養のある D クラス1名、実施方法被験者自身に作曲と演奏をさせた楽曲を録音したレコードを SCP-318JP1 で再生。結果被験者は自身が作曲した楽曲であることは記憶していたが、楽譜を見なければ改めて演奏することはできなかった。分析。SCP-318JP による影響は対象の経験に左右されないことが判明。SCP-318JP を大規模な記憶処理へ運用することを提案する。主任研究員、陽性のあった記憶処理への SCP-318JP の使用ですが、SCP-318JP の効果が限定的であるために却下します。サイト管理者。実験記録 SCP-318JP2 1900年月日対象 D クラス。1名、実施方法電源を利用しない手回し式の蓄音機を使用して SCP-318JP2 を再生。結果異常性は発露され、蓄音機は SCP-318JP1 に変質しました。分析。電気を通じて異常性が伝染する可能性が否定された。実験記録 SCP-318JP21900年月日対象 D クラス1名実施方法再生中の SCP-318JP2 を一般的なテープレコーダーに録音し再生結果異常性の発露は確認できず SCP-318JP2 を録音したテープと使用したテープレコーダーに異常性が伝染することはなかった分析SCP-318JP による他の物品への異常性の伝染はレコードを使用した機器に限定されるとみられる。実験記録 SCP-318JP1 2000年月日対象犬実施方法飼い主の呼びかける声を録音したレコードを SCP-318JP1 で再生。結果被験者は再生されたレコードに対し耳を立てるなどの反応を示す。実験終了後飼い主である一般研究員が被験者を迎えに行くと被験者は飼い主の足元に尻尾を振りながら駆け寄った。追記その後の実験で今回使用されたレコードが SCP-318JP2 に変質したことを確認。分析。SCP-318JP に暴露された動物への影響を確認するのは困難であることに確証を得た。SCP-318JP の異常性は重要度の小さい記憶障害と認識障害を引き起こすだけだと考えられていました。ですが2000年月日に発生したサイト81内での小規模な収容違反により、サイト内で避難指示のためのサイレンが流された際、サイト81のサイト管理者として勤務していた。がサイレンの意味を認識できずに廊下で狼狽しているところを発見されたことにより新たな異常性が発覚しました。サイト管理者
破 SCP-318-JT の発見に関わった人物で、SCP-318-JT に暴露された経験があります。初期のインタビューではサイト管理者が加齢による初期の認知症であると考えられましたが、インタビューを数回行った結果、サイト管理者が人間を含めた生物の声や、警笛や楽器などの機器から発生される音に対する認識能力の著しい低下が確認されました。追記サイト管理者、破サイト管理に必要な能力の低下により、2000年月日にその任を解かれました。現在は財団のフロント企業が経営する老人介護施設で経過観察中です。ほい現在国内における認知症患者である高齢者のうち、が SCP-318-JP に過去、暴露された可能性があります。